はい、こんにちは。あの、前回ですね、まあ、この世界っていうのは、本質的に何もない、まあ、真空があって、この真空が、自らを精神っていうものに変えましたと。そして、この精神が、えー、自分を思い出していると。この仕組みがあると。まあ、この仕組みだけしかないんですけど、まあ、精神は、本質的に何もないんで、この何もないっていうことを、えー、自分が認識しようと思ったと。 何もないっていうことを認識するためには、まあこれよく私が、えー、ホーキングのところで話しますけど、何もないだけでは何もないを認識する視点がないと。だからどこかに、えー、ビッグバンを起こして、そこから得意点ですね。作ってビッグバンを起こして、空間を作って、その中に、えー、まあ銀河や戦後とか作って、地球を作って、その上に進化を、進化系を作って、それで人類を生み出して、そして文明を作って、そこに、 えー、如来を派遣して、そしてその如来が、えー、教えを解いて、その5番目を、えー、世界中に流行らせておいて、そこに、えー、皆さん、まあ、菩薩ですね。磁器をもらった菩薩を生まれ変わらせることによって、この法華経を出会と出会わせて、そして、この法華経を読むことによって、えー、まあ、ちょっとその前にまず、この世代で生まれてきたら、まず下脱しなくちゃいけないと。で、下脱しますと。 の、その下脱した状態が何もない真空である自分と一体となった。つまり、まあ自分を思い出した状態ですね。ですから本題だったらもうここで終わっちゃうとみんな思うんですそうではなくて今度は他の人たちにも教えてあげなさいと。こっからが菩薩の道の始まりで、そのためにビッグマンを起こして菩薩は生まれ変わってきて、その世界に広まっている法華経が読める環境の国とか、えー、その読める家に生まれてきますと。まあお釈迦様はこれ法華経の中で、 えー、え、由中立の菩薩、スーパー大菩薩は、えー、牛舎の泊まるような家に生まれるって言いますね。まあ、要するにまあ、今で言えば、ベンツぐらい、ちょっと高級車ぐらいが泊まる家に生まれて、そこで、ちゃんと教典を読んだり、勉強したりする時間を持てるような生活環境に生まれるっていうことですね。そういうふうに言われると、補給教ってかなり時間がかかるから、まあ、一日何時間もやらなくちゃいけないから、そういうですね、経済的な安定した環境に生まれると。はい。えー、それでですね、まあ、 下脱するとその人も、保険がわかるってことはもうその時点で下脱してるってことなんで、極空界のエッセンス、要するに何でもない真空っていうのは、極空界っていうメカニズムを作りましたと。この極空界のメカニズムって何かって、宇宙の始まるまでの真空の中への、この極空界のメカニズムって何かって言ったら、ここが三次元を生み出すメカニズムになってますね。この極空界において時期が授けられることによって、新たな三次元世界が菩薩によって形成されていくと。で、さらにその三次元からさらに、えー 考察が生まれてて、如来になってそこからさらささに、えー、新たな三次人世界が形成されていくと。この無限の連鎖が、えー、何もない真空が自らを認識するための,の思考をどん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 ,どん思い出す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 っていうふうに、えー、やってる行いになりますとですから当然この思考の中に生まれてきた人間とか生きとし生けるもの全ての役割っていうのはこの本質にある思考に変わってまず下脱してこの 真空と一体となると下脱してですね。それでさらに法華経を読んで、えー、この三次元世界を生み出す、えー、メカニズムを極界として理解して、えー、他の人もそこに入れてあげると。そしてその人たちにも、えー、時期を受けられ、尿雷度縁を持たせて時期を受けられるようにして、その人たちも、えー、どっかの世界で如来から時期を受けて菩薩になってどんどんビッグマをクをして、そして何もない真空が自らを生み出す思考をどん,どん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 作る、そのですね、エージェントとか、 そういうのにしてあげると、菩薩にしてあげると。これが思考、何もない真空が自らを思い出す仕組みなんですよ。で、その根底には極右下があって、その極右化によって、どん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 さらに思考、さらに思考が生まれて、えー、菩薩と女来がどんどん生み出されていって、あちこちさらにまた、如来が菩薩を生み出して、如来になって、そしてまた、どんどんどん、何もない真空が自分を思い出すと。この無限の連鎖がですね、えー、 空の教えなんですよ、お酒様の。要するに空のメカニズムはどうなってるかって言ったら、こうなってるんですよ。わかります。これが全ての答えなんですよ。ですから、この世界に生まれてきた人たちっていうのはみんな、あの、ちゃんと勉強してですね、仏教を勉強してですね、この世、その世代に必ず過去に如来がいて教えを広めてるんで、その人の教えを、西方の如来の教えを勉強して、えー、下落して、そして、菩薩になっていかなくちゃいけないのに、そんなことに気がついてる人っては大体ほとんどの三次元でいないんですよ。 大体ですから、ロッシャルとかロックヘラみたいに、金の力で世界を支配しようとか、金の時代が終わると今度テクノロジーで、人間の思考や行動を全部監視して、思考も監視して支配しようとか、そんなことばっかりやってますと。で、まあ、その下にいる政治家は国家と国家で戦争して、領土を広げようとか、自分だけ、あの、選挙に受かるためにいろんな悪いことをしたり、賄賂もらったりしたとか、あと、その下にある会社っていうのは、え、いっぱい儲けたいから、いろんな政治家にわゆを渡して、いっぱい儲かるようにしたりとか、 まあそんなのがですね、竹中とか、ディービッターとキジソンとか、二階とか、なんとかの山口とか、まあ代表的なこの世がいっぱいいますね。あとク個ェらにロスサタイルと。で、えー、バカな4次元か5次元の、えー、にいても、あのハイテクノロジーで人、地球を支配したいと思うような、バカなヤーミみたいな地球が生命体っていうのは、えー、テクノロジーでこの3次元に来て、自分たちで地球の上に、えー、独自の、 え、民族を育てて、最初シュメール人で失敗して、えー、バビロニア人で失敗して、ユダヤ人で失敗して、そして最後に、世界に追っ払われたユダヤ人をまた集めて、最後に、えー、この地球上に2回の大きな戦いを起こして、さらにテクノロジーで世界をしちゃいましょうと。で、その前に、えー、変な、疫病を晴らしてワクチンで全部しまして、そしてヤーレが降りてきて、えー、全世界をしちゃいましょう。みたいな、こんなですね、ゴミのようなことを考えてますけど、 この世界の造語の如来のキリストは、最後のその時には、ロックウェラもロスヤルも、えー、真っ暗闇に叩き落とされて、そこでわめき、激死をするであろうと書いてありますと。ですからまたどっかでですね、あの、旧約聖書っていうのは、えー、ヤーベの失敗の歴史なんで、4回目の失敗でまたどっかでずっこけて、えー、地球からユダヤ人ごとみんな追い出されちゃうようなことになるんでしょうね。はい。まあ話はさておきですね。ですからこの世界に生まれてきたら、まあ、まず、なんとか、 仏教と言わんそう。下脱とか悟りっていうのは、仏教の中にある独特のきな、独特な考え方とか、インドのヨーガやベーダーだけにある独特の考え方、仏教っていうアジアの東洋の考え方ではなくて、これはすべての人類にとっての、えー、何もない真空が自らを思い出したっていう、この段階が下脱なんですよ。グナーナって言って、グナーナ。グナーナって言いますね。はい。で、このグナーナの状態になったら、えー まあ、独角の場合はこれで終わりになっちゃうんですけど、そうではなくて、消門ですね。菩薩と出会って、法華経と出会って、そして、消、えー、門集になって、どこかでまた未来生で、如来にあって、儒教をもらえるようになるか、あるいは法華経を学んで、自由知律のスーパーダイバーサスがあれば、法華経を学んで、虚空会にまた参加して、自分が如来になるときには、ああ、そうかああやって、他の、次の人生に生まれたときは如来になって、虚、え、空、ー、会を一させて、そこで自分も儒教を授けようというふうに、ううなプロセスが、この、真空が、 下脱して人間が真空になった後に、今度は真空自らが他の人たちを、えー、菩薩にして、如来にしてあげるっていう。これが菩薩の、の如来の段階ですね。下脱するまでがですから自分が、えー、真空と一体になるまで。そして今度真空と一体になったら、この真空として、さらに大きな思考をどん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 拡大していくために、真空が自らを思い出すための思考を拡大していくって、この作業に入るんですよ。 はい。わかったでしょうか。で、如来になって自分が儒教を授けたら、それは1、一えー、ユーズムへの世界が完成したっていうことなんで、その姿を曲を書い他の武功道から来た菩薩たちに見せることで、君たちも次のせいで如来になって、えー、ユーズムへの世界を完成させなさいと、儒教を与えてですね。で、そのユーズムへの世界からさらにどん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 またさらに、一人一人の如来が、えー、ユーズムへの世界を作りあって、もう果てしのない、この、何もない真空が自らを思い出すための、 思考を作りまくって、その全てが、の如来が磁気を授け終わった後が滅人っていう。そしてそれを三次元から見ると、ああ、何も始まってない状態が本質にはあるんだなっていう。これを無償法人っていうんですよ。わかりますこれ。ですからまあ、この世が人間として生まれてきたら、まず下脱を目指して下脱して、何もない真空の、と一体となると。今度真空になったら、法華経を使って、えー、他の人たちも、今度は菩薩に、さらには如来になれるように、えー、自分が如来になって授業を授けられるようになると。 この二段階ですね。この二段階が、えー、何もないシンクが三次元を作って、えー、自分の化身として人間をたくさん作って、その人間、あなたも含めて、えー、その人たちがやるべき行いなんですよ。一段階目は下脱、二段階目は法華経として、他の人たちを法華経と紐づけて、そしてその人たちも未来で、如来にあって、授業をもらえるようにしてあげると。あるいは自分はその次に如来になって、じゅ、会を主催して、授業を授けて、どんどんの、えー、如来と菩薩を、菩薩のあれを拡大していくと。 そうすると、何もないシンクは、どん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 自ら思い出すための思考が広がっていって、最後にも思い出し切った状態ですね。すべての如来が受去さずけよって、思い出し切った状態が滅人した状態だって、これを三次元から見ると、無症後に何も始まってない状態って言うんですよ。これが完成した何もないシンクだって、その完成したシンクの中には同時に、無限のこの誕生と拡大と、そして滅人があるっていう。これが三条が一条っていう。 えー、父、聖霊子は三密体、あるいは仏法、僧は三密体において滅人するっていう、無性になるこういう意味ですね。はい。分かったでしょうかですから、この三次元世界に生まれたら、何をするかっていうのはこれをするんですよ。まず下脱を目指して、何もない真骨と一体になって、さらにはこの法華経に気がついて、他の人たちも法華経に紐づけてあげて、未来で如来から儒教をもらえるようにしてあげるか、あるいは自分がその世界で今回如来になる自分人間であるとしたら、 え、弟子を作って、教団を作って、下落させて自分に経営させて、そして今の仕組みを、え、典として、その人たちに授けたいと。そうすると、その人たちは、ビッグマンを起こして菩薩になって、他の世界に行くと、その世界にちゃんと法華経があると。過去にあなたの化身がいて、それを弟子たちが広めていって、その人たちは、それを読むようにちゃんとセットイングされていると。これが時期ですね。で、その人たちもまたですね、えー、来になって、その世界に広めて、他の人たちもは、えー、法華経と紐付けだけ、どん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 、なぎない信仰は自ら思い出すための仕組みを、思考を、 増やしていって思い出し切った状態が、えす、ー、べての願いが受業を授け終わって思い出し切った状態が、密にした何もない状態であると。そしてこの何もない状態っていうのは、永遠にとはに広がり続ける、何もない瞬間は自らを思い出すための思考の広がりであると。瞬間瞬間からまた、あらゆる瞬間瞬間から、どん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 その、パターンが広がり続けてるっていう。こういうことですね。これが、お釈迦様の空の教えであって、空とは何かって言った時に、 この、このメーカニズムなんですよ。わかりますこれが全ての答えですね。ですから、何もない真空の中をえー、理解することができないっていう不価値論者。ヤーベとか、ロックウェラとか、ロチサイルドっていうのは、それは理解できないと。えー、カントとかヘーゲルとか、マルクスとか、えー、共産党の習近平とか、そんなものは理解できないと。だから俺たちは、このし、あの、三次元を、えー、暴力と、えー、軍事力で縛りつけて、経済力で縛りつけて、 えー、貧乏人から吸い上げて、それで俺たちは楽な暮らしをして、支配権をどんどん広げて、次は地球を統一,、えー、統一的に支配して、次は銀河を支配してなんて、こんな無駄なことしかなんないんですよ。まず下脱して、このような穴を越えて、えー、荒廃になって、さらには、えー、菩薩や女来と縁を持って、自分も女来を、えー、法になるように頑張って、時期を授けて、そしてどん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 何もない真空が自ら思い出すための思考を広げていってあげると。 これですね。この生き方ですね。ですから、不可知論者、絶対に何もない真空の中はどうなってるのかなんて、人間の知性では理解できないっていうふうに思ってる、こういう連中のことを、一戦台とか、破壊者とか、下道とか、純正下道とか言うんですよ。それがですから、今の人間界にいる、えー、なんとか、今日本で言えば、なんとかの科学とか、なんとか学会とか、なんとかで。だから、この連中っていうのはもう困ったもんなんですよ。仏法を破壊してるんです、それだけで。はい、わかったでしょうか。何もない真空の、 あなた自身が何もない真空で、あなたですから何もない真空としてこれから、えー、他の人たちをどん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 真空が自ら思い出すための思考を作るための、えー、主体になれるように、時期を授ける、如来にな,なれるように教育していくっていうのは、えー、これからの道なんですよ。それが菩薩の道、如来につながる道なんですよ。はい、今日はいいです。どうも。